1973年の F1 世界選手権1973年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第24回大会である。1973年1月28日にアルゼンチンで開幕し10月7日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全15戦で争われた。1973年シーズン ロータスは、チームメイトのエマーソン・フィッティ・パルディとロニー・ピーターソンが、互いに争ったが、ティレルは、フランソはセベールが、ジャッキー・スチュワートをサポートした。スチュワートはタイトルを獲得したが、最終戦のワトキン・スグレンで、セベールは、土曜日のプラクティス時、悪名高いエススでクラッシュ、事故死した。ティレルチームとスチュワートは本戦を辞退し、 コンストラクターズタイトルをロータスに明け渡すこととなった。シーズン後スチュワートは引退を公表したが、これはアメリカグランプリの前に決定されていた。73年シーズンのベストカーはマクラーレン M23 であった。ウェッジシェイプの車両形状はロータス72と同じコンセプトに基づくものであったが、サスペンションとエアロダイナミックス面でより優れたものであった。 前半8戦のうちベスト7戦及び、後半7戦のうちベスト6戦が、ポイントランキングに数えられた。各戦とも最上位に入場した車両のみが、カウントされた。ポイントは、有効ポイント、括弧内は、総獲得ポイント。http://www.statsf1.com/.en/.1973.aspx。 ありがとうございます。